ちゃんナイス。 Z さん、ゆっちゃん、ゆっちゃん、 Z さん、けっちゃん、 Z さん、いけいけ、ゆっちゃん倍出なくない、なんで。あ、チーズチョコちゃん5倍、ナイスナイス。チーズチョコちゃんやっと倍出たよ。 Z さんナイス。 Z さん、 Z さん、 Z さんナイス。 Z さん、ワンダフルナイス。あっちゃんもナイス。あ、けいちゃん2倍ナイス。けいちゃん、けいちゃんナイス。いけいけ、 Z さんナイス。 Z さん、あ、10倍、あっちゃん10個きた。あと3分。 Z さんナイス。いけ、あっちゃん、 Z さん、いけ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 、追いかけて追いかけて、あっちゃん、 Z さん、 Z さん、あっちゃん、あっちゃん、 Z さん、あと2分、あと2分。あっちゃん、 Z さん、いや、なんか倍出ないな、倍出ない。あと3000ポイント。 Z さん、 Z さん、あっちゃん、あっちゃん、 Z さん、よし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 、 Z さんありがとう。あっちゃん、Z さん、 Z さん、 Z さんナイス。倍出ないね。あっちゃん、あっちゃん、 Z さん、あと2400ポイント。 Z さんナイス、うん、みんなあと1分だよ。あっちゃん、 Z さん、うわ悔しいな、倍出なさすぎて。 Z さん、リーちゃんナイス。リーちゃん、 M ちゃんもありがとう。 Z さん悔しい。 Z さん全く倍出ない。2000切った。 Z さん、 Z さんナイス。きたー、これ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 、かわいい。ありがとう、M ちゃん。Z さんナイス。かわちい。あともうちょっと。あともうちょっと。あともうちょっと。あと30秒。Z さん。Z さん。かわいいよね。Z さん。よし。終わりました。5分間みんなありがとう。初めて見るリアタイで見れた。 Z さん今日2回目の33倍。みんなありがとう、うん、6位になれた、6位になれた。ありがとうございました。5分間チャレンジ。そして5位まで3600ポイント近いな。5位になろう、とりあえず5位まで。33倍でかいね。でかいんだよこれ。しかもすごい、 0.5 倍まだ見てない。逆に、羽ペンありがとう、ありがとう羽ペン。一番このエフェクト可愛いね。いやこれのファンタの33倍出たらさ、もう最高だよね。ゆっちゃんありがとう。最高な気分だよね。ありがとうございます。一番かわいいです。ありがとうね。5分間チャレンジ、センスの出てた。あ、 Z さんナイス。 Z さん、いやー、そうね、
だから110レベル以上の人はさ、このこれだけを今後買ってほしいな。持ってたら、前のリスナーさんで110レベル以上の人がいたら、ありがとう。韓国今回はね、なんかまったり楽しんでる。こうストレスフリーだね。ちょ、漢字読めないからやめて。13号、漢字読めないから。別れたのって誰と。ありがとう、3号さんもありがとう。もう近いな。せっかくだから5位にしようね。イベントするときはやってね、やることやって1位に。りんちゃんが1位だね今ね。ごめんね、私あの2日目で参加してさ、ちょっとあのふと感じたんだよね。イベント出ないとあのサボっちゃうかもって思って。あ、ヒカルさんと明日コラボだからね。ヒカルさんと明日コラボだからよろしくね、みんな。めいちゃんありがとう。夜からね、まさかの明日はもう男まみれ。キム、ヒカル、カンバエ、明日男まみれだから。うん、YouTuber のヒカルじゃないよ。3倍目ヒカルさん、うん、逆にどうしたらそう思うの。開通式って何、うん、3倍目ヒカルさん知らない、知らないの、うん、あ、新幹線ツイキャスだね。でもね、ふわっちはそんなやらないから知らない人いるのか。でもうん、明日美容院キム、そうボクシング強い、あのバツ3だからね。バツ4だっけ、うん、大手だよ。うん、知らない人いるんだってびっくり。うん、髪の毛も染める、アッシュにしようかな。もういいや、今日はボサボサで、明日可愛くするし。みんな無料アイテムお願いします。ちょっと5位になるまでここに出たくない、家から出たくない。あと3800ポイント。はねぺんありがとう。いいちゃんありがとう、いいちゃん。ひかるは毎日新宿いた時が面白かった。昔じゃない?もう何でも配信が落ちなかった時。あの、ドッグカフェ行く。うん。いやいやいや、私はそんなことしない。あ、N ちゃんもありがとう。あのほら、昔はさ面白かったよね、ヒカルさんじゃなくても誰でも面白かった気がする。配信落ちなかったらさ、だから何でもありだった時が、うん、いやだって近いんだもん、3800ポイントなんだもん。あ、まさたありがとう、バラの花初コメント。トップガンもありがとう。トップガンなんか喧嘩強そう、ありがとう。喧嘩強そうとか言って。リーちゃんもありがとう。あ、もっちゃんもありがとうございます。そう、厳しすぎちゃってさ。まーちゃんありがとう。私だって昔、もっと昔だったら一人でもっとすごいことできたと思う。うーちゃんありがとう。あ、ありがとう、漢字の方、野球選手の。
今じゃキャスよりフワの方が厳しい。そうだね、フワッチの墓場って言われてたのにさ、みんなさ昔は何でもありだったからさ、あー Z さんありがとうございます。 Z さんありがとう。うん、まあ、うまく野球選手いたんだよ今無料アイテムで、うん、あー Z さんありがとう。あ、ターちゃん10倍 Z さんありがとう。 Z さんまた33倍を見せつけようとしてくれてるもしかして。イエーイイエーイイエーイ、これ全部ちゃんと33匹になってんだよ。え、なんかさやっぱさ倍率いいよね、33倍のだって 0.5 倍よりもさ出てるよね。かわいいっしょ。Z さんこれね、ちゃんと犬が33匹いるらしいよ、よく見ると数えると。あと251ポイント5位まで、うん、ありがとうございます。うん、4月からの一日店長藤見さん、あ、そうなんだ。あ、Z さんあー、Z さんまた見せつけようとしてくれてる、もしかして Z さん、ワンちゃん Z さん、一時 Z さんって言いすぎて政治が投げてるだろうって言われてたよね。ね、 Z さん、うわ、政治投げてるわとか言って。まゆちゃん外に出そうとしてるだけ。え、どういうこと？ Z さん外に出そうとしているだけ。あ、私のことをってことか。あ、待って、あ、5位になりました。じゃあちょっと外に出たいと思います。ありがとうございます。最後にちょっとトイレ行ってきていい？なんか歌詞にダメって言われるとめちゃくちゃ鳥肌立つんだけど、なんで気持ち悪いんだけど。クール来た、クール。レンディ、ありがとう。ありがとう、パチコメありがとう、みんな。じゃあちょっと準備。リンディさん。
お大事に。バイタン久々。誰だろう、銀太郎さん。誰だ。充電できてるか。あ。あ、靴下どこやったっけ。靴下が消えた。まいたん今回涙袋除去と脂肪目のあの手のこう脂肪注入。え、靴下どこやった？うん、名前は間違えしコメントも読まない。じゃあ私ね、ローマ字。あ、リンディさん体調悪いって言ってた。またリンディさん。あ、待って、これさ2個投げてくれた、もしかして。あ、違う、友人50間ちょっと体調悪くて病気なんだよね、ちょっと熱が下がらなくて。え、4時55分ちょっと体調悪くて病院なんだよね。あ、リンディさん体調悪いの。リンディさんもういないじゃん、いないんじゃないの。リンディさん お大事に。今ね流行ってる、私もね体調悪くて今あのデカビタン飲んだ、デコビタン。お大事にね、リンディさん。無理しちゃダメだよ。米版もクッキーありがとう、バーガーもありがとう。リンディさんお大事にね。もういないかな。銀太郎さんはじめまして、よろしくお願いします。やべ、靴下なくしちゃったよ。あった。今ね私もね体調悪かったからさ、うん、帰ってきたらいいよ。リンディさん、私いつもさランディさんとか言ってた。突っ込まないんだよね、リンディさん。28までいる、28までいるけど配信するのは19まで。よし、かじゃあかじゃあ、ねえねえ、おやつさ何回もあげたらさ嫌がれるかな、ホルモンの親に。どう思う？これあげてみたいんだよね、これ、この骨。明日にする、1日1回か。ありがとう、定期。ひえちゃん、ひえのことなんだと思ってんの。あ、そうだ、返金チャレンジだ。
れてた。それ忘れてた。エクスペディアで調べて、エアビにもあるし、あれ？あ、こっちか、こっちか。いるかな。オンニー、あー、マイキー、マイキー、うん、キャンセル、うん、ちょっと待って、パパゴ、会社から連絡来ましたか？あれ、マジ？あ、こっち？나한테안오고사장님한테올거야。おいしい。응？와모아。사장님한테오면사장님이연락주겠지。사장의곳으로가면사장이연락을해줄다로했어？예약취소했어？응？예약취소했어？예약캔슬을했다요。어，오케이。어됐어，그럼올거야。아，네，맞대。私は3月18日までここのホテルを使います。いいさ、うんうんうん、くれくれ、うん、うん、잘했어。ハッピーに취소。支払いはいつするますか？あ、待って、お支払いはいつします？お支払いはいつしますか？うん、あ、待って、あ、ね、あ、あ、ね、あ、ね、あ、ね、no, no, no, no. お支払いはいつなさい。ハッピーハウス予約취소해주세요。ハッピーハウスの予約をキャンセルしてください。昨日会社にキャンセルをしたら、このハッピーハウスに連絡するので待ってくださいと言われました。うんうん、그럼됐어。オッケー、うんうんうん、オッケー、うん、すみません、うん、オッケー、オッケー。マイキーショッピング、うんうん、うんうん、バイバイ。ね、
分からん。まあでも分かんない。まだねキャンセルできてないと思う。疲れた。てかすごいデカビプタン飲んだらなんか元気になってきた。じゃあちょっとタイトル変えよう。うん、明日ヒカルさんとコラボよろしくね。まだね、社長から、うん、タクシー。てかパパも楽だね。なんでもっと早くやんなかったんだろう。明日気分も合うし、明日忙しい。タクシー乗ります、タクシー。そう、パパ子知らんかった。じゃあタクシー乗ります。ヒカルさん明日ね、なんかね大型犬がいっぱいいるらしい。来るぞ今から。よくおはよう。まいワンちゃん好きだから楽しみ。タクシー見つけた。ハネペンナイス。ハネペンありがとう。アクセスは入れる。あ、おっ。はい。入力？うん。虫が生まれています。ワンちゃんたちが過労労働してなければ。韓国のドッグカフェはどんな感じなんだろうね、気になるわ。オッケー。あのね、場所で言うとあのほらいつもさ夜さ歌ってる人たちいるじゃん、あそこのエリアなんだよね。本で、うん、本で、ありがとうちーちゃん、ありがとう。そうマキちゃんはゴールデンレトリバーが好きだから福ちゃん買った、似てたからね。おじさんが嘘を歌ってたところだけど、ただ行き方が分かんないっていう、そのドッグカフェから、うん、ね、私のリスナーさんはペット飼ってる子が多いからいいかなって思って、ドッグカフェで多分そこ配信 OK だと思うって言われた。これ教えてくれたのリスナーさんが。え、そんなの23号さん、そんなこと言ったらなんか失礼じゃない？日本人だしさ。ちなみに
あのこうやって携帯見せつけてんじゃん。そうするとね、遠回りされないんだよ。でも私あの携帯持ってないでタクシー乗るとほぼぼったくられる。舐められちゃうね、日本人ね。日本人だからさ、で観光客ってぼったくられるじゃん。おおすごい。サンゴさん助かってます。あ、何分ぐらいで着くんだろう。How long time?何分って。何分なんだろう。5時47分って書いてある。あ、オルマナコルリオ、チョギオ、オルマナコルリオ。한30분걸리네。35분30分、30分やばいで。結構30分だって。そんな遠かったんだ。そこ カカオタクシーだとクパボったぐらい。まあだからあのVIPタクシーってさあんじゃん。あれはね、近場だとちょっと高いけど、怖かったらVIPタクシー乗った方がいい。あれも 100% ぼったくられない。韓国だと30分で1500円ぐらい。電車乗らないね、安いから。 VIP 白いなんかワゴンみたいな、うん、それでもね値上げしたんだよね、タクシー料金韓国って。でも安い、10分100円ぐらい。違うね、10分だったら500円。わからん。30分はまあ2000いかないと思う。2000はいかないと思う。あ、チップとかない。で私ね、配信外は電車乗ってるよ韓国実は。これあの韓国のスイカ、韓国のスイカなんだけど、配信外は載ってる。簡単、日本より全然簡単。そう、渋滞すごいから、あの朝とかあと、まあ、この時間帯は7時とかね結構混むからね。あ、体調悪い時は電車乗らないけど、なんかね、選べるんだよ。あの韓国のスイカって可愛くて、例えばさ携帯にある写真とかにもできる。500円プラス料金払えば。これね、あの自分で写真選べて作れる。それがねミョンドンでできる。いいよね。私作ろうかな、ミョンドンで。あのマユサンシャインのロゴで。マユって韓国で美人扱いなの？美人の基準が分かんない。いや分かんない。花火があるのミョンドンだっけ。花火があるのはナンデムで。あー、お土産、あーでお土産じゃない、無理だよ。だってこれ韓国の電車でしか使えないから、韓国行く人だったら喜ぶね、うん、喜ぶと思う。であの韓国のコーヒーはね
薄くて美味しくない？薄いなんか。来週整形だよ。元ラルクの伝之助にお金返して。元ラルクの伝之助にお金返して。元ラルクの伝之助って誰？なんかさっきから伝之助伝之助ってコメントあってさ、なんなんだろうなって思ったら、誰だよそれ。借りた金は返せよ、トラブルになるよ。え、何？147号待ってね。元ラルクの、あ、これずっと一人が連投してんだ。やべえやつ来た、やべえやつ来た。元ラルク、ラルクって歌手？私そんなすごい人だと思われてんの？私ラルク&シールの人に金を借りてるって、ホスト、ホストに私金借りてるって、ちょっと知らないですね。まず私借りないしね。自分のアンチな、あ、伝之助、あ、この人か、伝之助配信者、あこの人だ、伝之助、うん、あーなるほどね、伝之助か元ラルク。今、あ、ね、これさあれじゃないの、なんかわざと伝之助さんをのリスナーさんで盛り上げるために言ってんじゃないの。147号さんって伝之助じゃない？違うの？だって伝之助さんがこのタイミングで出てくんの、すごいいいタイミングでさね、困るね、なんかそれ困るんだけど。私なんか金をさ、あの借りてとか、そういうのやめてくんない？そういうやり方やめてほしいわ。147号がアンチだと思ったら急に、そうそうこの人とか言ってさ、やめてください、こういうの迷惑。とりあえず伝之助に無料宅、あ、ブロックしとこう、なんかキモいわ。これで伝之助さんが私の配信見れなく、伝之助さんコメントできる？今伝之助さんちょっとコメントできます？147号ブロックしたんですけど、伝之助さんコメントできます？私が取り上げる前までずっと伝之助伝之助って言っててさ、取り上げる前に普通言うじゃん、気にしないでくださいねとかさ。私が取り上げてからすぐ出て、もしなんかこれが本人だったら、私が金借りたみたいなさ、私をこう黒く見せて自分に注目を浴びさせるみたいなさ、なんか本当人間不信になるよね。私そんなの
私のアンチとかがこういうの信じるからさ。え、あ、伝之助さん、え、ちょっと来るの 遅かったからさっきのあれかなって思って。でもあれアンチじゃないですよね。あの無料アイテム投げてねって言われたから、あれアンチじゃないですよね。あれアンチじゃない、無料アイテム投げてねって伝之助さんに言って、まあ、なんかいろんな、何ファンチかな、ネットって怖いよね。まあ、ま、あの伝之助さん、まあそういうのよくあるよね。大丈夫です、伝之助さん。あ、ブロック、あ、自分で見、あ、そうなんだ、自分で見えてないんだ。すごいタイミングでちょっと出てきたから伝之助さんかと思っちゃって、伝之助さんが、了解です、すいません、まあ韓国旅行を楽しむか。ありがとう、テイキー。いやいや、アンチなんじゃない、さっきのブロックしたからさ。あ、また6位になっちゃった、5位だったのに。5位まで2000ポイント遠ざかってしまった。明日ね。あ、景色。あのね、韓国って本当にさ、あの夜になるの遅いんだよね。今何時よ、だって5時か。これがね、7時まで明るいよ、7時まで。そう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 、よろしくお願いします。あ、くーちゃん、ありがとう、くーちゃん。今日本も明るい。去年行った時夜の8時まで明るかったから、マジで衝撃だった、いやマジ覚えてる、みんな8時ぐらいまで。え、かやくさんがアカウント作り直して復活した、多分それ偽アカだと思うよ。無理無理無理、本人だったらもうまた A 版になるよ。そうそうそう、いやだってほら韓国の場合、去年行ったの秋ね、10月、夏なんて行ったらさ9時まで明るいんじゃない、あ、羽ペンありがとう、初コメの人も。じゃあ景色見せるか。でも私いつも牢獄にいるからさ、窓がないからさ、まあずっと暗いんだけどね。あ、28号さん韓国住んでるの。1号さん、私なんかどっかここ行った方がいいよってとこあります？なんかそういうの知りたい。
かゆくさん YouTube だって YouTube YouTube 行くらしい。ダウンタイムは豪華ではないけど一泊8000円とか。そうそう知りたいよね。もう行き尽くしちゃったからさ、あ、ニコ生 A 版じゃないんだ。かゆくさん中村くん来た。あ、そうなんだ。でもかゆくさんってニコ生似合ってるよね。コメントもコメントで稼げるんでしょ。アンチコメで稼げるじゃん。あ、ヨンペさんとトラウトマンさんありがとう。人物版だったら完全永久。じゃあフワッチと一緒じゃん。フワッチとありがとう。あ、ナナチちゃんお久しぶり。ナナチちゃんありがとう。中村くん唐揚げ作ってたね。1万コメントで2500。あ、それさ全然遠い。私今1800コメントだから。今250円。コメントで稼ぐの大変じゃん。人気じゃないと。え、ナナチ覚えてるよ。ナナチ4万コメントで1万。だからそんなのさ大手でもきつくない？大手でもそんなのね、大手でやっとって感じだね。じゃね、すごい大手の 大手中の大手でさ、まぶしい。ニーポンさん家にいて米酢ね。いや、もうなんか村まこちゃんが言ってた、もうふわっちのコメントがキラコメまみれっつっててさ、これでキラコメなんだなって、禅宗チョンジュ。禅宗チョンジュってそれソウルですか？なんかさ美味しすぎるとね、のもう飲みまくっちゃうんだよね。美味しすぎてダメなんで私。美味しすぎちゃうと開けちゃうんだよね一瓶。あ、ちょっと待って、チケット買おう。全満州だっけ？それはどこにあんの？ソウル全チョンジュ。ちょっと待ってね。チョンジュタクシーでチョンジュって言ったらいいの？チョンジュをね、チョンジュって、西成って危ないんじゃないの？猫ちゃんもありがとう。あ、でもまあ来月大阪行くから行ってみたいな。東京から名古屋くらい。え、それじゃあプサンじゃん、マジで。新幹線乗って、それはちょっと遠すぎんな。遠いんだ。プサンじゃん。あ、安尾さんこんばんは。うん、ないわ。あいつが西成のおっちゃん人気。え、だからそこ危ないんじゃないの？あー、サルカニ合戦来たー。うーさんありがとう。へ、うん、そんなイケイケな場所なんでみんなさ。まゆちゃん孫のコマ盛りに9個行くことだ。あ、ノリピー気にしないでよ。ノリピー気をつけて。
孫の小守り、いってらっしゃいのりぴ、全然そんな気にしないでね、頑張ってね、いってらっしゃいのりぴ、小守りありがとう、ありがとう、いってらっしゃい、あ、小島よしえからありがとう、のりぴそんな気にしないでいいんだよ、そんなの私本当にこれさ、ネタじゃなくてガチで感じ弱いんだよね、やばいと思うこれはもう配信でしか生活できない、本当に配信でしか、マジで惹かれるからね、普通に喋ってると、ね、感じ弱い人多いよね、あのやっぱ中卒が多いよね、韓国人でふわっち配信してる人いる、誰だろう、あーなんか明日1週間ぶりに日本人と喋るの楽しみ、なんかホッとするんだよね、あー、まあ一応高卒だけど高校1回も行ってない、通信、大卒なんて言ってないよ、高卒ね、あの通信だからレポート書けば卒業できるの、あの元彼に全部書いてもらって卒業できたから、本当にそいつと付き合ってよかったなって、あーまゆちゃん韓国配信楽しみ、もう今韓国配信してるよ、もうしてるよ今、まーちゃんありがとう、韓国配信楽しみってもう今現在なので、ありがとうございます、うやって男の人、そこが韓国だからね、ドッグカフェ配信、いや多分いけるって言われた、まあ聞くけど、潜入だ潜入、うん、ヒカルさん明日だからね、3泊だってね、3泊、まあそれぐらいがちょうどいいよね、火薬もいなくなったし、もう前しか見る配信なくなった、え、火薬眉推しの人いんの、誰、火薬さんのリスナーさん、よかったら前のリスナーさんになってください、一緒に楽しもうよ、ありがとうさーくん、あ、2393、でもダメだよやっぱあんなにバンになっちゃう人はダメだよ、いや私はギャンブルはやらない、なんかそこでさ、なんだろう、配信の出ちゃいそう、なんか別にそんな好きじゃないのにみんなに行け行け行けって言われたら、うわここでこれ使ったらなんか激アー中かなとかさ、もったいない、そこでハマりたくもないしさ、ハマ全然好きじゃないしね、なんか好きじゃないことに10万も20万もさ、もったいない、私は整形は好きだから、で配信のネタになるしさ、あれだけどさ、で気持ち悪い、速報たくまバック4回生中ちゃんとかキモいからマジやめて、本当に気持ち悪いからやめて本当やめてマジ、あ、ピーちゃん、よしみさまありがとう、マジで気持ち悪いから、何生中ちゃんって
そうだよ、感じ弱いね前は。ちょっと本当に気持ち悪いからやめて。速報なんで知ってんの？速報ぐらい読めるよ私だって。それぐらい読めるよ。いやもういいってもう。まゆ、いや鼻は別になんないけど、4回だっけ私って、4回もいじったっけな。去年1回やって3回じゃない、私3回だね多分。3回だと思う。うん、韓国です。私ね、タバコって NG ワードなんだけど、みんなちょっと速報、忍法さんに振られた別に告ってもないのに振られた。タバコ吸ってる女無理って、タバコ吸ってる女無理だからって。でそういうなんかでコメントして、なんかそういう女性に対して言うのやめなよって言ったら、まゆたさんも俺と付き合うんだったらタバコやめてもらわないと無理だよって言われたから、あ、分かりました、二度と近づきませんっつったでそれで枠閉じた。なんでその上から目線なんだろうね。俺と付き合うんだったらタバコ吸うの無理だよって、そんなのさ、何ヤマピーとかじゃないと、ヤマピーとか佐藤健が言うんだったら、まあ、そうだよね、うん、絶対やめるみたいな感じだけど、なんで忍法さんに言われなきゃいけないの？違う、赤出しで出したよ、なんで私が振られてんの？タバコ吸う女無理だからって。忍法さんはね、ちょっとで男尊女卑なとこある。男尊女子、男尊女卑、しかもまたさらに失礼なことが、なんかその後に、まゆたさんいる？タバコ吸っててもやっぱ付き合うとか言ってたらしい。まゆたさんいる？やっぱ付き合うよ、タバコ吸ってても。でもディープキスする前に絶対歯磨きしてよねとか言ってまたさらにうざいよねなんで毎回あの上からなの、忍法のくせに、でまゆたのくせにって思ってるからさ、忍法さんは、困ったね俺もな、来れるよ。지금야응한15분어15분15분아15분15분って15분どうなんだろう。ね、本当にキモい2号、もうそういうのも嫌だ私、なんかもう想像したくないイケメンだったらいいよ、ダメ、そういうキモい人はちょっとキモい。